ただのオートバックスではありません、スーパーオートバックスです。はい、ありがとうございます。デカズです。何今日？お疲れ様です。いや疲れてないよもう。何眩しいだけ。何最近あのレクサス LS の動画多いじゃないですか。ちょっと乗りまくってる割には、はい、オイル交換まだしてないなと思って、絶対タイヤ取いた方がいいです。もう1ヶ月ぐらい経つんかな、これ1ヶ月以上経つんか、多分2ヶ月ぐらい経つんか、2ヶ月ぐらい経つんかで、買ってオイルの量とか見て変えてなかったんですよ。ちょっと良くないな。良くないです。確かにだいぶ、うん、言われたらそう思ってきた。はい、今日はオートバックスで、うん、はいはいはい、あーそう、なるほどね。もう全国チェーンされてるところね。はいはいはい、チェーン店のね、庶民の気持ちを味わってもらおうと、はいはい、いや俺も庶民じゃい、一緒じゃい、みんなと出すところがちゃうだけじゃい。この LS のオイル交換が、うん、んかっていうのと、うん、急に行ってやってくれるんかっていうところ。あえ、一応聞いてるもん。いや、聞いてないです。聞いとけや、もうめんどくせえやんけ、お前。また暗転にして次の日とかなるやんけ、お前。行ってやってくれへんかったら、お前。いやー、オートバックスか。燃費も悪いしな。やっぱオイル交換しといた方がいいよな。企画じゃなかったとしてもしてると思うわ。うん。うん、よく言ってくれたなって思う。何歩ぐらいかかるんやろな。何リッター入るんかも分からへんしな。楽しみですね。でもいやー楽しみやね。なんかオートバックスも俺ドンキホーテみたいな感じでさ、行ったら楽しくない？なんかこうちっちゃい芳香剤とか匂いのやつがやってさ、500円のもんとか買っちゃうやん。すごいなんかいいからさ、全部がまさに車界のドンキホーテ。そうそうなの、車界のドンキホーテなの。オートバックスってでもいっぱいあるやんな。その全国店か、はい、チェーンか近畿圏内か分からへんけど、うん、だから行きやすい場所に多分あると思うんやけど、うん、だから車検とかオイル交換とかもやってくれるっていうからめちゃくちゃいいよね。その近所にそういうのがあったらさ、まさに車界のドンキホーテですね。え、何今日ってくるオートバックスの案件なんかオートバックスをよく言えみたいな、あれなんかあるん？いやないよね。はい、そんな回し物的なのないよね。なんならこのチャンネル案件なんて来たもん。おいおいおい、一回あるわ、一回。お前バカある、一回あるよお前バカある。オートバックスってほんででかいよな。なんか結構どこ飲んでもさ、いやでかい、迫力がなあ。あ、今回はスーパーオートバックスです。ただのオートバックスではありません、スーパーオートバックスです。なんかオートバックスに来てる人らも車好きっぽいもんな。そうですね、なんかそんな匂いするよな。いやー、じゃあまあオイル交換多分当日行っていけると思うけど、無理かもしれんけど、とりあえず聞きに行ってみようか。はいはい、じゃあ行ってみます。オイル交換どうする？オイル交換したいんですけど、車の。予約されてますか？予約してないです。車ちなみに何ですかね？レクサス LS。フィルターの交換はどうされます？あ、お願いします。排気量って分かりますか？ 3.5 やったと思うんですけど。はい。ターボはついてないですか？ターボやったと思いますけど。あります？はい。オイルってもうあんな本で書いてあるの？だってそっちにほらめっちゃあるけど、自分の車に合ったオイルを調べようみたいなやけど、もうあのタウンページみたいなの見たら一撃で出るんや。ターボやったらどうの、何リッターとか。でも何種類もあると思うんやけどな、多分。すみませんね、はい、一番柔らかいオイルになりますので、型式と年式によって、はい、あの入れるオイルの量が変わってくるみたいで、あ、はい、一応量り売りのオイルがあるんですけど、はい、って言って3つグレードがある段階のうちの真ん中ぐらいのものなんですけど、はい、やっぱ一番上の全合成油って一番いいものになってるんですけど、はい、この量り売りオイルがあって、はい、上限が6リットルまでなんですけど、はい、じゃあいい方で、いい方で、ここ今分かるやつのいい方で、はい、お願いします。フィルターなんですけど、はい、年式と型式でちょっと適合変わってくるので。30年式やったと思うんですけど。30年式ですかね。はい、分かりますか？ V35A やったと思うんですけど。 V35A、 はい、これと、はい、これで適合出てるんですけど、はい、もしかしたらこちらに在庫ある分じゃなくてディーラーさんでしかできない可能性もあるので、フィルターに関しては、はい、オイルはできるんですけど、はい、そうなってしまった場合一旦受付するんですけど、はい、もし作業できませんってなったら後ほど返金っていう。なるほど、はい、大丈夫です。今回
回オイルとフィルターの交換で工賃1100円かかるんですけど、はい、同じ料金でこのメンテナンスカードに入会していただいたら今回工賃無料で1年間この下の項目無料でついてくるんですけど、はい、こちらにされますか？いや、いいです。いいですか？オッケーの値段変わらないんですけど、はい、いいです。これが多分一番高いアストロのエッジっていうやつで8498円って4リットルでやって、ちなみに今回の僕のやつは6リットルで5380円。6リットルですごいな、いっぱいあるな。やっぱオートバックス楽しいって。なんかいろんなの見ちゃうよね、こういうの。昔テレビで CM めっちゃ出てるモービルワン。最近テレビ自体見るのあんまり見てない。原付きのオイルみたいな車なの、まあ、多分ハイブリッド車、アイドリングストップ車に最適やって。だからプリウスとかアクアとか、はい、アイドリングストップ車とか、これを買って、あ、なるほどなるほど、4リットルで足りんかったりしたら1リットルだけ5リットルにするとか、うん、っていうのね。カーバー感でいいよ、めっちゃいいよね。すげえかっこいい赤。なんか全部同じに見えるんですけど。お前な、お前が好きなカメラとかあるやん、はい、俺らから見たら全部一緒じゃん。それと一緒、このレンズどうのって言うやんか、全部レンズ一緒やん。はぁみたいな、全部一緒やん。でもなんかおしゃれだし、いっぱいあるっていうのもテンション上がる。スポーツカーはこっちとかって言うから。ランボルギーニはどうですか？ランボルギーニはちょっと多分やってくれへんと思う。ここでやってくれんかな、今度やってもいいかも。めっちゃやっぱ種類あるし、いっぱいあるな。オイル交換グッズ、オートバックスさんと工賃は1100円だけど、家帰ったら自分でできますよっていう。これほら、オイルの添加剤、オイル交換時のメンテナンスなんですね。エンジン内部の汚れを洗浄し、愛車へ復活。ワイルドスピードって書いてある。すごいな、何でももうなんか流行りに乗ってんな。オイルフィルターで、さっき買ったやつね。うん、さっき買ったオイルフィルターは1580円。お、安いよね。でもオートバックスでも3ヶ月とか半年に1回こんだけかかると思ったらちょっとかかるよね。うん、8060円が3ヶ月に1回。車持ってる人どうなんですか？はい、やった。ではじゃあ行きますか。また調整させてもらうんで、はい、鍵は置いといてください。はい、どれぐらいかかるんですかね？3、40分見てからでいいですか？あ、なるほど、わかりました。はい、お願いします。なんか3、40分かかる。ジュースも飲む。暇だな。3、40分か、ちょっと暇だな。いえいえ、全然。フィルターの方だけ返金しますね。はい、お願いします。ありがとう。はい、ありがとう。はい、すいません。あ、お願いします。いや、やっぱりさ、オートバックスってさ、こうやって作業の待つ時間とかもあるから休憩室もこう素敵なんよ。こうやってなんかいろんなの書いててさ、こうジュース飲めるわ、なんか美味しいなと思って。さっきさ、ランボルギーニオイル交換できるんかなって言ってて、できへんやろって言ってたやんか。なんでこう俺こうやって見とってん、ジュース飲みながら。でこうやって回ったやんか、回んねんこの椅子が。回ったら前にランボルギーニがあるんやんか。俺、えっと思って、オートバックスでできるんや。すいません、オートバックスさんなんで。なかなかね。あ、すいません。はい、オイルの量は見てもらっていいですか？はい、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 ありがとうございます。ありがとうございます。この電池の控えと、はい、次の運行感目安の分、あ、はい、
今の走行距離に一応5000キロ足した分で表示するので参考にしてください。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。終わったぜ。やっぱりきっちりしてくれますね、オートバックスさんは。 ね、安心やな。やっぱ接客もいいよね。全部良かった。例えばこれでちょっと値段が高かったとしても安心を買うってそういうことなんやなって感じやったよな。そういうことですね。なんかね、なんか違う気がする。車体が軽い気がする。ほんますか。いや、分からん。そりゃそうなるやろ。そんなん言われたら。もともと別に変じゃなかったですもんね。まあね、変とかないけど、スムーズというか、例えば振動がなくなったとか、加速が良くなったとかっていうのやけど、全部良かったからな。肌感覚で分かる分からんはあんまりないかな。ある？肌感覚でなんか違うみたいなの。これ肌感覚で分かる？横の手で。じゃあ分からんやん俺たち。まあじゃあ最後にオイル交換の明細とかやっとくんで、チャンネル登録してね。じゃあね。Something that you give me.